グラスゴー地下鉄はスコットランドのグラスゴー市内を走る地下鉄である。開業は1896年でロンドン、イスタンブール、ブダペストに次いで世界で4番目に古い。開業当時はケーブルカーであったが1935年に電動車に置き換えられ今日に至っている。開業当初乗客が心身を休めるようにという理由から 定員を座席数プラス4人に設定し、それ以上の客が列車に乗ることを拒んでいた。早川徳寺は、この体験から、これからの日本は、ゆとりある生活が必要だと考え、東京地下鉄道の構想を考えた。環状線の1路線のみで、営業区間は、全線複線、全区間地下である。車両基地は地上にブルームローン車両基地が設けられている。 環状線のため、外側の線路を時計回りに走る列車については、アウターサークル、内側の線路を半時計回りに走る列車については、インナーサークルという故障が用いられている。一周は約24分。車両は3両編成で、ロンドンの地下鉄と同様小さい。運行時間は、平日と土曜日が6時30分23時30分、日曜日が10時18時。 ブキャナンストリート駅では、グラス号の主要駅の一つである、クイーンストリート駅と接続している。もう一つの主要駅である、中央駅とは直接接続されてはいないが、セントイノック駅から徒歩数分の距離にある。パーティック駅は、アベリオスコットレールの地上駅と直接接続している。当線に見られる特徴としては、駅間における重力勾配がある。これは、 駅発車直後に30パーミル程度の下り勾配で重力を用いて一気に加速した後次の駅に着く直前に20パーミルほどの上り勾配で減速をすることにより加減速に必要なエネルギーを一部重力に依存することで消費電力を抑えることができる構造である勾配が上りから下りに切り替わる駅構内では線路の拝み勾配に従って ホームが弓なりになっていることが確認できる。ホームが弓なりになっている駅構内2012年9月、現在の料金は以下の通り。ありがとうございます。